K プロジェクトのレーベル部門とプロダクション部門による夏の恒例イベントユーグフックオンザロードが2024年は8月21日に大阪ナンバーハッチで開催される。2023年に完全復活を遂げたユークフックオンザロードは2024年初の大阪単独公演として開催、ナンバーハッチにて2ステージ制で行われる。出演は全12組、ザ・ダダ・デディーズ、ヘルシンキ・ラムダ・クラブ、レイラ・スループ、ポリシックス、ピーナット・バターズ、ザ・シーズ・ボーン、ザ・テレフォンズ、バーツ、唐揚げ弁当、ペルシカリアの10組に加えて、最終発表で、エイジ・ファクトリーとアートスクールの出演が決定した形だ。所属アーティストたちによるアットホームさと真剣勝負が交錯するイベントのチケットのオフィシャル3次先行受付は6月23日23時59分まで。ユークフックオンザロード2024 8月21日水曜日大阪ナンバーハチョポン13時スタート13時30分エンド22時出演エイジファクトリーアートスクールザ・ダダ・デディーズヘルシンキ・ラムダ・クラブレイラ・スループポリーシックスピーナット・バターズザ・シーズ・ボーンザ・テレフォンズワーツ唐揚げ弁当ペルシカリアチケット前売り6600円、ドリンク代別スタンディング当日会場にて学生証の提示で1000円キャッシュバックあり、オフィシャル先行受付 https://eplus.jp/ukfc/ 受付期間6月23日日曜日23時59分まで。